滑落者の捜索。登山が趣味のおじが、懇意にしている人から昔聞いた話ね。その人は登山口で土産物屋をやってたんだけど、おにぎりとかも売ってたから、夜明けとともに登ろうとする登山客のために、夜明け前から店を開けてた。その日も店の前で団体さんがその時を待ってたんだけど、彼らが急にざわつき出して何事だろうと思って自分も店前に出て行った。みんなの視線の先に白地まみれの男が山から降りてきていた。それだけでも異常なんだけど、その男は誰かを背負っている様子だった。誰も言葉をなくして動けなかったんだけど、その男は店の前まで歩いてくると、力尽きて倒れてしまった。それでみんな正気に戻って救急車を呼んで二人を解放したんだけど、おぶっていた男の方は気絶していただけだったけれど、おぶわれていた男の方は全身を骨折していて、腐敗臭もひどくだいぶ前に死んだようだった。だから事故で死んだ友人を置いていくのが忍びなくて、背負って降りてきたんだろうって話になった。子供や軽い女性を背負って歩くのも実際はかなり大変で、胴体格の男性ならばその日ではない。その上、足元が定かでない山道、それも夜。登山経験者ならその困難さがありあり取り返できて彼に畏敬の念を持った。やがて救急車が到着し救急隊員が応急処置をしていると、彼が意識を取り戻していった。友人が縄場で落ちて、谷に落ちてしまったんです。助けに行ってください。もう一人いるのか、ってことで、登山客や青年団から有志を募ってすぐに救助に向かった。おじが懇意にしていた人も店を他の人に任せて参加した。一箇所しかない縄場について慣れた人が降りていき、しばらくして転落したであろう場所は見つけたんだけど、肝心の転落した人が見つからない。落ちた距離を考えると五体無事だとはとても思えないんだけど、その体で山中をさまよっているらしい。結局、見つからないまま日暮れを迎えてしまい、その日の捜索は打ち切られた。それで病院の彼により詳しい話を聞きに行った。彼は全身疲労で動けなかったが、頭の方ははっきりしていた。報告を受けて落ち込んでいたが、彼の捜査のためならぜひにと言ってくれた。それによると、昨日の午後3時頃、例の縄場で友人が落ちていった。谷底に向けて何度も友人の名を叫んだが全く返事がない。どうにか降りていける場所を探していたが見つからなかった。そのうち、薄暗くなってきてしまったので、このままここにいるより麓まで降りて応援を呼んだ方が早いと判断して、山を下ることにした。捜索隊のメンバーから疑問の声が飛んだ。縄場から麓まで何事もなければ1時間ほどで着く。どう考えても半日はかからない。彼も、そうなんです、と声を荒げた。月が出ていたので真っ暗というわけでもなかった。それなのに歩いても歩いても進んでいる感じがない。一本道のはずなのに、同じところをぐるぐる回っている様子がする。疲れがピークに達したのか意識が途切れ出して、体もどんどん重たくなっていく。それでも友人のことを思い、必死に歩き続けてようやく麓に着いた。その必死な表情を疑う者はいなかった。言葉を挟んだ青年隊の一人も、真っ赤になって自分を恥じていた。それで最後に確認した。あなたは三人で登山していて、あなた以外の二人が滑落した。一人は死んでもう一人は見つからなかった。そこであなたは、ご友人の一人を担いで山を降りた。もう一人は残念ながらまだ見つかっていない。そう言うと彼が不思議そうに言った。いや、僕と友人の二人で登山していました。それで場は混乱。じゃあ、彼が背負っていたのは誰なんだって話になったんだけど、
本人はこの人たちは何を言ってるんだ、って、いぶかしげな表情を浮かべた。同じ病院の霊安室に連れて行き、運ばれていた遺体に対面させると、見つけてくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。って涙を浮かべた。多分、友人が置いていかれるのが嫌で、彼に取り付いていたんだろうって。こやいや。俺んちとじいちゃんちは隣町で、じじばばっこの俺は小さい時は毎週末のように遊びに行って、サザエさん見てみんなで飯食って帰るのが日曜の楽しみだったんだけど、社会人になってからは、仕事が忙しいのと住んでるとこも離れちゃって、ここ4、5年はボンクレ正月くらいしか顔を出さなくなってたのね。それでもじじばばは満面の笑みで迎えてくれたりして、もっと短い間隔で来れたらなぁとか思ってた。である日の朝、会社行く支度してたら、突然ばあちゃんから電話があって、朝起きたらじいちゃん突然冷たくなって、全然動かない。って震えた声で言われて、会社に連絡すんのも忘れて飛んでった。じいちゃん家に着いたら、俺の両親とばあちゃんと親戚の人が先に来てて、じいちゃんの寝てる布団の周りに座って泣いてた。最初はいつもと変わらないじいちゃんの顔で布団に寝てる姿を見て、全然実感が湧かなかったけど、そばに寄ってじいちゃんの額を触ったら、ヒヤッとして、ああ、本当に死んじゃったんだ、と思ったら、ボロボロ涙が出てきてめっちゃ泣いた。それから滞りなく葬儀の準備が進んで、自宅から葬儀場に移動する前日の夜、じいちゃん家側のいとこ家族がやってきた。俺と歳の近いいとこの兄ちゃんと奥さん、2歳になる娘さんの3人で、線香をあげて飯食って、歳の近いいとこの兄ちゃんとは、よくじいちゃん家で遊んだりしてたんで、思い出話なんかして、また2人してちょっと泣いてってしてたら、夜も遅くなったので、いとこの兄ちゃんは、子供寝かせ泣き屋だから一旦帰るってなった。俺は手伝いなんかもあるから、じいちゃん家に寝泊まりしてたんで、また明日、斎場で、明日は泣くなや、なんて言って、玄関先まで送ってったんだけど、その時2歳の娘さん、A ちゃん、が、突然玄関出て2歩くらいのところで、いきなり、じいじ、じいじ、と言い出した。名残惜しいのかなと思って、俺が、じいじさよならなんだよ、って、A ちゃんに言ったら、また A ちゃんが、こらいや、こらいや、って、人差し指を立てながら、じいじ、こらいや、って言いながら笑った。俺はうんうんと言いながら、A ちゃんに、じいじまだその辺にいるのかな?なんて冗談を言ってみた。ちなみに、こやいや、手のはじいちゃんの口癖で、子供とか見てて嬉しくなるとすぐ言うので、やっぱ子供に印象に残りやすいんだなって思った。俺は A ちゃんのおかげで少しほっこりして、そのままいとこ家族は帰っていった。次の日はお通夜。俺と俺の父親と数人の親族は、斎場で寝ずの番の役になった。寝ずの番ってのは俺の地元だけなのか、全国共通かわからんが、朝まで棺桶の前のろうそくの火を絶やさないようにしないといけないので、時折様子を見る役。ごっついろうそくなので、朝まで余裕で火は消えないけど、風習として残っている。寝ずの番といっても交代で寝る。その寝ずの番の中には、いとこの兄ちゃんもいて、控え室みたいな別室で、最初は数人で酒を飲みながら、談笑したり泣いたりしてたんだけど、2、3時間くらいしたら、親父含む親族は皆寝てしまった。起きてるのが、俺といとこの兄ちゃんだけになって、兄ちゃんが突然。なあ、昨日はちょっとびっくりしたな。と言ってきた。は?と思って、何が?っ
て聞き返したら。気づいてなかったか。いや、木の上が怖いやって言ったろ。うん。うちの家は生まれてから一回も、じいちゃんと会ってねえんだよ。小屋家なんて普段日常で使わないだろ。それに家でも一回も行ったことねえんだよ。だから、びっくりした。俺はやっぱり、は?ってなって、そんで。やっぱりじいちゃんは昨日あの時玄関にいたんだ。今考えると A ちゃんが指さしてたのも、じいちゃんだったんだ、と気づいて、霊的な体験をしたことがない俺はちょっとゾクッとした。でもよくよく考えたら、A ちゃんをあやしてたじいちゃんは、きっと笑顔だったんだろう。そういうじいちゃんだったからなぁ、と思ったら、幸せに言ってくれたんだなと思って、先ほどのゾッとした気持ちは吹き飛んで、またちょっと泣けた。二人を離さないで。老人介護施設で働いている友人がいるんだけど、その人が入ったばかりの頃、指導係の先輩が入居者一人一人の情報を教えてくれた。入居者の中に奥さんの方がボケてしまって旦那さんでは介護が難しく、他に身寄りもないということで二人揃って入居しているご夫婦がいた。そのご夫婦の注意点として、二人を離さないで。と言われた。友人は新人ということもあって緊張していたので、トイレやお風呂もですか、とつい聞いてしまった。よく考えればそれらは別なのはわかりきっていたので、聞いた後ですぐに後悔したんだけど、指導係の先輩は、トイレや風呂の時も話さないで。と、予想に反した答えをした。一体どんな人たちなんだろうって思っていたんだけど、実際会ってみると二人ともニコニコした笑顔の好人物。奥さんの方はほとんど喋れないようだったけど、旦那さんの方は物腰柔らかで、言葉遣いもすごく丁寧な紳士。二人はいつも手を繋いでいて、どこに行くにも一緒。仲良し夫婦の理想形みたいな二人だったので、指導係の先輩のアドバイスもなんとなくだったけど納得して従っていた。特に何事もなく月日が経ち、自分が教える立場になり、友人は自分が教えられた通りに新人を教育した。その日の午後、新人くんが青い顔をして職員部屋に、大変です、と飛び込んできた。わけもわからないまま、新人くんの後をついていくと、行き先は例のご夫婦の部屋で、仲良く手をつないでテレビを見ていた二人が満面の笑みで出迎えてくれた。新人くんはしどろもどろになって、勘違いでした。すみません。と、気の毒になるほど落ち込んでた。気になって何があったか聞くと、わけがわからない。と泣き出した。異臭がすると言われたので行ってみると、ご夫婦のおばあさんの方が漏らしていた。そこで別の職員がおばあさんの世話をしている間、新人くんは旦那さんと二人っきりになった。するとみるみる旦那さんの顔が歪み出して、苦悶に満ちていき、新人くんにしがみついて懇願してきた。どうか助けてくれ。俺はあいつとは全くの無関係で夫なんかじゃない。いつの間にかここに入れられ、ずっと手を握られていて逃げられない。それで自分ではどうにもできないので友人を呼びに行ったらしい。友人は初日にはよくあることさと言って新人くんを早退させた。その後で特に必要はないんだけど自分の指導係の先輩にその報告をした。報告が終わっても立ち去ろうとしない友人に、ため息をついてその先輩は教えてくれた。そうだよ。二人を離すと旦那さんの方が厄介になるんだよ。あそこの家。この間、正月で親戚一同が集まっていた時のこと。
親戚の3歳くらいの男の子が大人の方を見上げて、どうしてあそこに毛が生えてるの？と言い出した。大人連中は困って、大人になればわかるよ。と答えていた。でも俺は知っている。その答えは大人になってもわからないってことを。どうしてこの家の柱と天井の間から、髪の毛らしきものが生えているのか。どうして他の人間には全く見えていないのか。俺も子供の頃からずっと悩んでいるんだから。見た目は黒い髪の毛。脚立使って触ったけどやっぱり髪の毛。引っ張っても抜けないし、乾いてるわけでもない。誰に聞いても信じないし、古い家だから柱に神様でもいるんだろうと、思い込むことにしてる。